ロンロン和装チャンネルへようこそ。装飾配信のロンロンです。はい、今日はねちょっと帯のお話をしたいかなと思います。先日ですね、城太郎先生のところにね、たまたまちょっと買いに行ったんですけども、その時にいろいろ店長さんと、城太郎先生もいたんですけど、店長さんともちょっとお話ししてて、帯を1本買ったんでってことで、じゃあ結んでくださいと。たまにはね、人の結んだ帯もしてみたいなと。いつも自分でね結んでばっかりなんで面白くないなと思って、ちょっと結んでもらっていいですかって言って結んでもいただいたんですけど、その時にですねちょっと面白いのを見させていただきました。これね、普通だったら片方は 広い状態、片方は縦半分に折った状態、これでこういう感じでね巻いていくんですけども、そうじゃなくって、これを半分に折っちゃう、こう、こっちも細くしちゃう、両方とも細くしちゃって、よいしょ、こんな感じですね。で、これで普通に結んでいただくだけでもちょっと雰囲気違いますよね。こういう後ろ回すんですけど、最後は、こんな風にしたりとかですね、して見えました。これなかなか面白いなと思って、前からね、こう片方は広く片方は狭くっていう風でやってたんで、それを自体は何とも思わなかったんですけど、男の帯なんてしまってりゃいいのであんまり関係ないんで、女性みたいにねきらびやかにする必要はないんですけども、こんな感じでね細く細く作ってもいいですし、この辺の角度もね、例えばこういう風にギュッと上に上げてねしてもいいし、ちょっとなんかお祭りっぽい雰囲気になってきますんでね。こういう感じでね、帯はね、いろいろとアレンジをして、つけていかれるのがいいかなと思いますんで、またね、ちょっと他の結び方も教えてもらいましたので、その辺もおいおいやっていきたいと思います。今回はね、この本来幅広の方も半分、縦半分によって両方とも同じサイズにしてしまってキュッと結ぶっていう感じでね、これもちょっと粋な感じでいいんじゃないのいうふうな、多分ね、なんとか結びっていう系統なんでしょうけど、特に名前ないよって言ってたんで、こんなん何でもいいんですよっていう感じで店長さんにおっしゃられて見えましたんで、いろんなね、久しぶりにちょっと帯の話もアレンジしながらこうやってやったら面白いんじゃない、これ簡単になりますしね、締めやすくなります。片方広いとどうしても締まりが悪いんですけど、これ両方とも要は幅同じですんでキュッと締めれますんで、締めやすいは締めやすい、要は緩みにくい帯になりますんで、こういうのもありかなと思います。一応回してみますね。回してみるとこんな感じに、中心からはちょっとずれたところで取るのが男帯はかっこいいということで、前をちょっと下げてですね、お腹を上に出して、上中の下に帯が入るような、要は腰骨からこうへそ下ぐらいな感じでぐっとこう前にね入ってくる感じですかね。こういう感じでねやっていただけると、かっこよく切れますんで、皆さんもねこの週末、次の週末、この辺はね花火大会等々あると思いますんでね、みんなと同じじゃなくてね、たまにはこういう変わった帯の形でもね、それはそれでおしゃれだと思いますんで、やってみてください。はい、今日は帯の締め方のお話をちょっとさせていただきました。はい、この動画面白いなと思えばチャンネル登録、いいねボタン、フォローお願いしたいと思います。またね、こういう帯もね、コメントいただけるとね、いろいろ考えてやっていきたいと思いますので、他の考えもちょっとありますので、出していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。またね、バイバイ。